皆さんこんにちは。今回は無属性モンスターの最強ランキングを独断と偏見で紹介していきます。無属性って自分の腕だけで勝負してる感があってなんだかかっこいいです。では行きましょう。まず最初に紹介するのはビツイユード・ボルベルクです。巨大な体に鉄球のような尻尾や大きなコブ、大量には緑色の植物が生い茂る、かなり独特な見た目をしたモンスターで、まるで山が迫ってきてるみたいで怖いですよ。おっかない見た目をしていますが、実際は温厚な性格をしています。そうなんですか？ドボルベルクの主食は主に倒木などの草食で、近寄らなければ襲っても来ないんですよ。ですが縄張り意識はかなり強いため、もし間違えて近寄ってしまうと、積極的に縄張りを犯す不届き者を排除しようと動き出すんだ。間違って入っちゃっただけでもダメ？もちろんダメですね。厳しい。そしてドボルベルクの最大の武器になっているのは、あの大きな尻尾ですね。まるで鉄球のようですよね。骨を中心に甲殻が重なった尻尾は、鉄球のように大きく膨らんでいて、切断が不可能なほどに頑丈なんですよ。切断不可能は厳しい。しかも地面に叩きつける攻撃以外にも、後ろ足を支点にして尻尾の重量で、大回転するという攻撃がかなり厄介で、その回転の勢いを利用して、自分の体ごと投げ飛ばし、周囲をなぎ倒してしまうんです。意外とアクロバティックなことするんですね。そんなのぶつかったらおしまいです。そうですね。場合によっては周囲の環境に対して、大型の肉食ユースら上回る甚大な被害を出すこともあるため、ハンターズギルドからは危険性の高いモンスター、として認識されているんですよ。うっかり縄張りに入らないように、細心の注意を払わないと痛い目見ちゃいますね。次に9位で紹介するのは、オドガロンです。正気の谷の深層部に住んでいる、めちゃくちゃ禍々しいモンスターですよね。そうですね。オドガロンは正気の中にいても、問題なく活動できる屈強さを持っていて、実質的な正気の谷の頂点でもあるんですよ。こんな過酷な場所で頂点に立つなんて、本当すごい生命力です。そんな過酷な環境に住んでいるオドガロンですが、死肉を漁るギルオスやドスギルオスがいるためか、すごく攻撃的かつ俊敏力を持つ進化を遂げていて、自分より体が大きかろうと、空に飛んでいようと、たとえ固有であろうとも恐れず飛びかかるんですよ。我先に死肉を取るために凶暴化したってこと？オドガロンも苦労してきたんだろうな。そしてオドガロンといえば、別名の由来ともなっている鋭い爪ですよね。この爪で切り裂かれてしまうと、かなりの大ダメージに加えて、裂傷状態に陥ってしまうんです。このえぐい爪で切り裂かれちゃうのは怖すぎ。しかも戦う場所が正気の谷のため、正気のダメージが上乗せされて、しっかり対策をしないと、攻撃に当たっていなくとも、瞬く間に体力が減っていってしまいます。ほんと厄介すぎ。なのでダメージを受けたからといって、焦って回復しようと思ったら、次の攻撃に巻き込まれてしまう、なんていう経験をした人も多くいるんですよ。一瞬も気が抜けない相手ということですね。次に8位で紹介するのは、モノブロスです。見た目が完全に恐竜ですね。モチーフが中世代白亜紀に生息していた、角竜の一種だと言われていますからね。ちなみに食性は草食で、サボテンが主食となっているんですよ。草食ってことはそこまで性質は怖くない？いえいえ、残念ながらかなり凶暴な種で、額の巨大な一本角を突き上げるように、敵対した相手を刺し貫くんですよ。ひえ巨体と脚力を活かしながら突進で全てをなぎ倒したりと、かなりの凶暴さを持っています。こんな大きな相手に突進されたらおしまいですよ。しかも突進の精度とスピードは、作業船の機動力でもかわせず、ハンターでも不意をつかれてしまえば、命を奪われかねない危険な相手というわけですね。恐ろしすぎる。そしてモノブロスの方向は凄まじいもので、ブレスを生成する機関は持っていない代わりに、大型竜の中でもかなり強靭に発達した肺を持っていて、それは大気を震わせるほどの爆発的な音量なんですよ。耳がつんざいちゃいますね。そんなモノブロスですが気性の荒さと高い殺傷能力、そして大柄な体躯を合わせ持っているため、討伐が困難とされているんですが、気品と勇壮さを備えた姿に魅了されて、名声と英雄の称号を夢見て、モノブロスに挑むハンターがたくさんいるようなんです。それで皆無事に帰ってくるんですか？残念なことに実際には毎年何人もの、ハンターたちがモノブロスに挑んでは、命を落としてしまっているみたいですね。強靭なハンターたちをものともしない、力を持っているなんて、私もサボテン食べようかな。次に7位で紹介するのは、ナルガクルガです。セカンド G で登場したモンスターですよね。黒豹を思わせるような見た目でかっこいいです。この体毛は断熱や防水効果の他に、周囲に溶け込むという機能もあるんですよ。密林にいるナルガクルガにとっては、まさに適した色ということですね。密林で急に襲われることもあるってことですよね。なんだかアサシンみたい。そしてナルガクルガといえば、その俊敏性が特徴で、
驚異的な跳躍力はモンスター界随一と言われているんですよ。さすが別名が人竜というだけありますね。さらに用心深さや狡猾さも持っていて、休息するときは外敵を気にして木の上にいたり、鋭い牙で奇襲を仕掛けて、確実な狩りを行い捕食するんです。ナルガクルガに襲われたら、逃げることは不可能なんじゃないですか？そうですね。実はある騎士団がナルガクルガの奇襲を受けて、全滅する事件も起きているくらいですから、狙われたら最後と言っても過言ではないようです。静かに狩りをするイメージでしたが、めちゃくちゃ怖いやつだった。そしてナルガクルガの尻尾は、特殊な構造をしていて、逆立たせたトゲを飛ばして攻撃するだけでなく、尻尾自体を叩きつける攻撃もし、その攻撃力はかなり強力なものなんです。しかも1回だと思ったら、2回叩きつける時もあって、めちゃくちゃ避けづらいんですよね。他の飛竜のようにブレスや特殊な攻撃は持たないけど、俊敏性を活かして尽力や尻尾による、素早くトリッキーな攻撃を得意とする、まさに無属性ながら最強とも言えるモンスターです。密林には近づかないでおこう。次に6位で紹介するのは、ディアブロスです。頭に2本のねじれた角がかっこいい、飛竜種のモンスターですね。ディアブロスは初代シリーズからずっと登場している、プレイヤーおなじみのモンスターで、確かに私もたくさん戦いました。砂漠の暴君なんて異名をつけられるほどに暴れん坊で、人間に対しても甚大な被害をもたらしているんです。もうちょっと落ち着いてほしいものです。砂漠の自警団や軍隊にも打撃を与えているようで、まさに手のつけようのない存在でもあります。どこか遠くで暴れておくれ。そんなディアブロスの攻撃といえば、やはりあの大きな角を使った攻撃で、突進すると岩をも破壊する威力を持っているんですよね。しかも身体能力は凄まじいもので、地中に潜って高速で移動もでき、地中を先行し飛び出してくる攻撃を食らってしまうと、かなりのダメージを受けてしまうんですよ。あんなので突き上げられたら、ひとたまりもないです。ちなみにディアブロスは口角も分厚く、防御の方もかなり頑丈なんです。攻守ともに隙がないなんてもう近づけない、一体何を食べたらこんなに強くなれるんでしょうか？ディアブロスはこんな見た目で草食なんですよ。主な食料は砂漠に自生するサボテンですね。強くなるためには野菜を食べるといいってことか、なんだかギャップがすごすぎです。次に5位で紹介するのは、ティガレックスです。絶対にランクインしていると思ってました。ティガレックスの凶暴さは有名ですもんね。絶対強者や大地の暴君、なんて異名も持っているんですよ。まさにティガレックスにぴったりの異名ですね。そんなティガレックスの最大の武器といえば、他の飛竜を圧倒するほどの方向です。確かに吹っ飛ばされるほどの方向を、繰り出してきますよね。実はティガレックスの方向は、音の領域を超えていて、近くで聞いてしまうと大ダメージを受けて、吹っ飛ばされてしまうんです。方向だけで生き物を倒せちゃいそうだけど、なんでこんなにヤバい方向ができるんですか？それは体内に特殊な内臓である、大泣き袋が存在するためです。これを使うことでダメージを与えるほどの、方向を放つことができるんですよ。しかもティガレックスは方向だけでなく、高い身体能力も持っていて、陸上で縦横無尽に走り回れるスタミナや、突進してきたラドバルキンを真正面から受け止めることができる怪力、爪や牙を使った強力な攻撃に、敵対した相手を執拗に追いかける凶暴さ、捕食行為の残虐さもあり、やっぱり恐ろしいイメージが強いですよね。まさに絶対強者です。次に4位に紹介するのは、セルレギオスです。4G で登場したモンスターですね。そうですね。セルレギオスは空中で唯一、リオレウスに対抗できる実力と、圧倒的飛行性能を持ち合わせたモンスター、と言われていて。リオレウスに対抗できちゃうの？なんなら空中での機動力と制御力という点では、リオレウスを超えているかもしれないですね。そんなセルレギオスですが、空中から足を使った攻撃をするのが得意で、空中から相手を蹴りつけて攻撃したり、ハンターを捕らえて、そのまま他のハンターめがけて、放り投げたりという攻撃を仕掛けてくるんですよ。捕まって投げられるなんて、なかなか嫌な攻撃してくるんですね。そしてセルレギオスの縄張り意識はかなり強く、同種同士でも生存競争をかけて縄張り争いをするため、性質はかなり攻撃的、狩り場にいる大型モンスターがどんな相手でも、一切ひるまずに攻撃してくるという、特徴を持っているんですよ。狩り場に迷い込んだら一巻の終わりですね。ちなみに足攻撃以外にもセルレギオスには、攻撃方法があって、先人竜の別名の由来ともなった、大量の鋭い鱗を飛ばす攻撃も仕掛けてくるんですよ。そんな戦い方もするんですか？しかもこの人鱗と呼ばれる鱗は着弾すると破裂して、複数の傷をつけるかなり危険なもので、ハンターに着弾すると、裂傷状態になってしまいますね。これなら捕まって投げられた方が、まだマシです。次に3位に紹介するのは、アトラルカですね。アトラルカといえばダブルクロスのラスボスですね。まるでカマキリのような見た目をしているのですが、実はかなり賢いモンスターなんですよ。
賢いんですか？その賢さは固有と同じかそれ以上の知能を持っているとも言われていますね。実際に自身の体を使った肉弾攻撃以外にも、腹部から糸を出し地中に埋もれた瓦礫を引っ張り、背中に乗せて投げてみたり、フィールド上空に糸のドームを作り、取り出した激流層をハンターに向けて射出したり、巨大な車輪を転がしながら突進したりと、他のモンスターとは一風変わった攻撃方法をとっていて、器用なやつですな。体力を削っていくと、今度は形態変化までするんですよ。なんだって？瓦礫を巨大な四足歩行の雄へと組んで、アトラルネセトを作り上げるんです。この形態になると瓦礫をまとっているためかなり硬くなり、突進、足踏み、足元へのスタンプ、そして瓦礫の有機攻撃に首元からの糸ビームによる拘束などなど、苛烈な攻撃を次々と仕掛けてきますね。さっきまでとは嘘のような変化を遂げましたね。ちなみにアトラルカはアトラルネセトを形成するときに、自分にとってベストの材料を使い、最も最強だと思う形状を真似て作っていて、実は人類に匹敵するほどの、高い知能を持っているのでは？とも噂されているんです。明らかに私よりも知能が高い気がするのは、大きな声では言わないでおこう。次に2位で紹介するのは、ネルギガンテです。無属性競合モンスターとしては、絶対に外せない固有ですよね。そうですね。ネルギガンテは他の固有たちが、自然現象を操る能力で属性攻撃してくる中、ほとんど自分の肉体だけで戦う固有で、その性質は好戦的で凶暴。近づいた生き物すべてに襲いかかるんですよ。固有って強すぎるから、他の生き物が近づいただけでは、敵対しないっていうイメージがありましたが、ネルギガンテは違うんですね。ネルギガンテの場合は目に映るものすべてを敵と定め、徹底的に破壊すべく暴れ回りますからね。魔楽と言ってもいいくらいです。全く血の気の多いやつです。その他にもネルギガンテは、鋭い爪とトゲで叩きつけや倒れ込み突進など、捨て身な攻撃を仕掛けてくるんですよ。なんだか無茶苦茶な戦い方をするんですね。自分にもダメージくらいそうですが。実はネルギガンテは驚異的な自己再生能力を持っているんです。え？ネルギガンテは全身に鋭いトゲをまとっていて、捨て身タックルでトゲが砕けてしまっても、ネルギガンテ本体が健在である限り、即座に何度でも再生してしまうんです。すごい。しかも傷や破損部が新たに発生するトゲに覆われるまでの時間はわずか数秒で、再生されるとより攻撃性を増した外角に更新されてしまうんです。つまりネルギガンテが暴れれば暴れるほどに攻撃性が加速していくってこと？めちゃくちゃ厄介なやつですね。最後に1位で紹介するのは、アンイシュワルダです。次も固有種ですね。アイスボーンで登場したモンスターですよね。そうですね。アンイシュワルダは近くに強い圧力をかける、超振動発生能力を持っていて、その影響力は大陸の環境に大変動を引き起こす、と言われているんです。かなり危ないやつじゃないですか。そんなアンイシュワルダは、初めは全身を岩で覆っている、四足歩行のゴーレムといった風貌で現れます。うわぁ、めちゃくちゃ硬そう。でも頑張って攻撃を続けて部位破壊をしてくと、なんと全身の岩が剥がれ落ち、形態変化をするんです。恐ろしい顔に変貌した。そしてこの形態になると全ての攻撃がスケールアップし、攻撃範囲も威力も高まるので、きちんと準備をした防具でなければ、一撃でキャンプに送られまくることになります。今回もキャンプのお世話になります。特に翼の先端を一箇所に集めて放つ、強力な振動波はマップの端から端まで届くほどの、射程距離を誇っていて当たってしまうと、かなりの体力が持っていかれてしまいますね。つまり防具は大事ってことですね。その後もさらに攻撃を進めていくと、ギョロリとした非常に不気味な目、次元が見開かれることになります。ホラー映像でしかない。この時にアニシュワルダの大技、入滅蓮華合手法が繰り出されることになり、なんですか？その技は、これは天に向かって掲げた翼腕に、膨大な量のエネルギーを集めて、巨大なエネルギー玉を作り、フィールドに投げるという技ですね。しかも地面に着弾すると、フィールドの大半を覆い尽くすほどの、凄まじい規模の大爆発が起きるんです。もし当たっちゃうと吹き飛ばされる？顔も技も怖いやつです。そんな感じでこのチャンネルでは、モンスターハンターに登場する、様々なモンスターの生態の解説や、いろいろなランキングを発表しているので、ハンター諸君は、チャンネル登録、コメントで、応援してくれると嬉しいぞ。では最後までご視聴いただきありがとうございました。